Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a very horrible painting painted by Leonardo in the Middle Ages about 500 years ago. In the painting, Madonna and Child Jesus with the infant John the Baptist and an angel are painted in a rocky setting which gives the paintings their unusual name. version of the rocks.Yes, it is.It is very much unusual. 皆さん、こんにちは。今日は、岩屈の聖母の絵の謎について話します。この絵は大変恐ろしい絵です。そのことをこのビデオの中で説明し、証拠を添えて証明します。私たちは作り上げられた虚構の中で、この絵を素晴らしい絵と思い込んでいるだけということになります。 この絵も恐ろしいですが、本当に恐ろしいのは私たちが持っている常識ということになります。あるいは私たち自身かもしれません。今、マドンナの右手の人差し指がイエスの神秘ですね。皮膚の下に潜り込んでいます。ここに注意してください。これは衣服ではありませんね。神秘です。皮です。その中にマドンナの指が入り込んでいます。注意深くご覧ください。 で、イエスの体を見ますと、あちこちで皮膚が剥がれているのがわかります。お腹から背中にかけてですね、皮膚が剥がれています。いわゆる脱皮しているわけですね。で、ダヴィンチはこうした脱皮しているイエスを、まあ、表現したということになります。衣服ではないことは境目を見ればわかります。足の皮膚も脱皮しています。足の皮がめくれていることがわかりますかこれは衣服ではありませんね。衣服だったら足の先まで着ることはありません。 これは、まあ、こうした動物がいるわけですね。まあ、皮を剥ぐと言いますかね。神秘を剥ぎながら成長していくってわけですね。で、同じようなことをダヴィンチがイエスの皮膚の上で表現しています。これは別の、まあ、トカゲってことなんでしょうかね。やっぱり脱皮していますね。そして皮がめくれています。注意深くご覧ください。すなわち、イエスの体は脱皮している。すなわち、イエスは人間ではない。すなわち、イエスはレプタリアンであるということを ダビンチはこうして証明しました。そして、えー、続くこの指も怪しいです。注意深くご覧ください。この人差し指の付け根のところに人間にはない皮があります。この皮に注意してください。この皮もやはり脱皮しているように見えます。注意深くご覧ください。 なあち、この、ま、エンジェルって言われている、ま、これ女性じゃなくて男性なんですけどもね、別のところで証明しましたが、これは男性ですけど、ま、顔、顔に騙されちゃダメですよ。ま、要するにこれも、この、ま、なんて言ったらいいか、人もですね、皮膚がめくれて脱皮しています。ま、このようにダヴィンチは、ま、皮膚のめくれた、ま、人物をこうして描いて、ま、これらは人間ではないということを示したわけです。ま、これが神秘ということになるわけですね。皆さん自身で判断してください。 ペロッと皮がめくれていますで、さらに検証を続けてみます。この、まあ、エンジェルの足を、まあ、その前にちょっとこの皮膚をですね、見ていただきたんですけども、こういう隠し絵という手法でですね、あたかも衣服のように見えるようにして、まあ、カモフラージュして、実はダヴィンチは、まあ、こうした人たちが、まあ、いわゆるその脱皮する人たちであったことを示しています。で、今度は、 この足のところを見ていただきたいです。ここはあの少し注意が必要です。一見すると4本指が確認できます。しかし一番向かって右の指は色が白いですね。チューブからご覧ください。これはですね、隠し絵手法と言いまして、周りの葉っぱの色なんですね。なあち、こういうふうに、まあ、一見しただけでは4本、あるいは5本に見えるようにしてですね、実はこのエンジェルは3本指であることを示しています。 まあ、つまり人間ではないということですね。この白い部分と白い部分を比較してみてください。なわち、白い部分は葉っぱであるということですね。で、これを、この人は三本指の、まあ、エイリアンとか、まあ、エイリアンになりますけどもね。これが毛側に見えますね。足の指、後でもう一度出てきますけども、足の付けけのるところに毛が生えているように見えます。三本指の毛の生えた、まあ、エンジェルということになるわけですね。白い部分は繰り返しになりますけども、葉っぱです。 私もここに騙されましたね、はじめね。で、この人は三本指の足を持っている。しかも右の方はどうも毛が,毛,毛が生えてるみたいですね。で、いよいよマドンナの謎ですけども、このマドンナの胸とそして後ろの背景の岩を比較してみてください。中深く見てください。今日のポイントということになります。 で、このダヴィンチはですね、このマドンナの、まあ、胸のところと、そして後ろの岩を同じ色で、同じ質感で描きました。まあ色温度っていうんですかね。同じように、全く同じように描いています。なあち、このマドンナの体と後ろの岩は連続していることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。なあち、体はぐにゃーっと回って、後ろに続いているんだぞ、と。まあそういうことをダヴィンチは回、まあ、 この絵の中で表現したわけですね。で、もう一度、ここ、重要ですから、今日のポイントですから、もう一度確認しておきます。ここにマドンナがいますけども、このマドンナの体とですね、後ろの岩を比べてみてください。まあ、途中で曲がっているというよりも、私は下の方までぐーっと曲がって、そして後ろに続いていると見ます。まあ、その方が自然ですからね。そして、後ろの岩とマドンナの体、胸の、 色、風合い、すなわち色温度は同じだということです。描き方も同じですよ。すなわちマドンナの下半身は蛇もしくは竜であることをこうしてダヴィンチは示したわけであります。皆さん自身でしっかりとご確認ください。もう一度念を押しておきます。まあこれが原画ですね。それ少し色を 明るくしています。部分的にはの採工してません。全体に明るくしたということです。さらに、コントラスト上げてみますと、このように胸のところと後ろの岩を比べてみてください。そして、マドンナは、大事であるということをダヴィンチは示したということになります。まあ、胸に抱いているのもヘビに見えますけどもね。それも後でちょっと出てきます。こうして、まあダ、ダヴィンチの、まあ、いわゆる、 思想がですね、ここに織り込まれているということですね。で、誰かと言いますと、当然、ラミアということになるわけです。ラミアというのは、子供を食べる魔女、悪魔として知られていました。そして、こういう形で、まあ、いろんな画家がラミアを表現しています。まあ、上半身は人間で、下半身は蛇だってことですね。まあ、こうした絵は全、まあ、全く珍しくないわけです。えー、ま、ミケランジュロも同じような絵を描いています。中央にいるのがラミアです。いわゆる、ま、アダムの最初の妻と言われてますね。 そして、まあ、これがカペラシスティーナに書かれているです。で、ラミアというのはどういう、まあ、魔女を叩くかと言いますと、子供を食べるラミア。まあ、もともとは、まあ、リビアの女王であったというけども、アダムの最初の妻、リリとのことである。リリとですよ。リリトのことであるということですね。そして、これがマドンナ。もう一度繰り返しますが、確認してください。ここが今日の一番重要なポイントです。胸と後ろの岩を比較してみてください。そして、左がミケランジュの書いたラミアです。 そして、下半身が蛇ですね。そして、このエンジェルの足の指は三本指です。そして、指は、新品が剥がれてます。そして、マドンナはイエスの皮膚の下に指を潜り込ませています。まあ、こうした事実から浮かび上がってくる、まあ、て言いますか、ストーリーは何かというと、恐ろしい話ということになるわけですね。 皆さんもこの足をもう一度確認してください。で、そして左がリリトです。魔女中の魔女というふうに言われていました。まあ、ルシファーの妻ですけどもね。まあ、あの人間を改造したルシファーの妻ですから、キリスト教側から見れば魔女ということになるわけですね。この三本指に注意してください。実はダヴィンチは他にもこの三本指の女性を描いています。それをこれから皆さんに紹介しますが、この三本指注意してくださいね。いわゆる魔女です。 悪魔,の悪魔中の悪魔ということになりますね。これは、田ンチ自身が書いたと言われてます、受胎告知です。この受胎告知の袋の置物の下に、マリアの足が隠し込まれて、隠し込まれて、隠し、隠し ままれていますこの赤丸、赤い丸のところを見てください。授業団の下からペロッと三本指の爪のある、マリアの足が外に出ています。この三本指の足と、そしてリリとの足を比べてみてください。すなわち、ダベンチはこういう形で、マ,マドンナはリリと魔女であることを示したわけです。ここでも同じ、まあ、コンセプトで作られているということですね。まあ、ついでながら言いますと、上の二人の、まあ、ガブリエルと二人足して、一人の魔女ってことになります。1足す1は1の、まあ、 ダビンチ独特の手法ですね。そしてこれが、右側ですね、システィーナ、礼拝堂の、えー、ビケちゃん、ビケランジュの解体ですけども、ここにやはり3本足の女性、これ女性じゃありません。男性が人が描かれています。赤い服を着てるから女性だなんて思っちゃいけませんよ。まあ、システィーナの礼拝堂にはみんな逆転してますから。で、3本指です。あ、3本足ですね。そして組み合わせ方によっては、これ3通り考えられるんですけどもね。まあ、一応2通りこうで紹介しますと、こういう足の組み合わせがあるわけです。そして向かって一番左の足が、 注意深くご覧ください。この足は骨がむき出しになっていて、折れていて、中から骨髄液が漏れています。右は、まあ、イラストですけども、正確に描いた、まあ、骨髄ですよね。それが、まあ、こういう形で表現されているということです。なあちダビン、ミケランジョロですね、ダヴィンチの絵をもじってこういう絵を描いたと思われます。 三本足ですね。で、向かって左のダヴィンチの読むですね。これ二本足ですけども、見方によっては三本足にも見えるということで、ミケランジュロはからかったんじゃないかと思います。そしてこれは森本悟志さんが発見なさったんですけども、後ろの男性は一見優しい若い男に見えますけども、これも隠し絵手法で、実はこの向こうに不気味な、まあ、何かが、まあ、人の顔が描かれているということですね。 こういう形で、まあ、えー、ミケランジェロも革新を仕込んだというわけです。まあ、こういうふうにして考えていますと、まあ、左と右がですね、同じコンセプトで書かれているということですね。そして、衣服の色は全く同じですね。ややまあまあ、 なってますかあ色が焦てるっていう感じはしますけども、コンセプトは同じですね。赤い服です。そしてこの金色の服がですね、右の人物の袖になっています。この腕を見てください。これは女性の腕で,腕ではありませんね。そして胸がありません。いや全くフラットです。なあち、この人は右の人も男性だということですね。まあ、こういう形で、ミケランジェラ、ミケランジェラの方法で、まあ、ダヴィンチを攻撃したわけですね。 まあ、壮絶な戦争が続けられていたと思いますよ。そしてこの人は、今言いましたように、一見女性に見えるかもしれませんけども、胸がない点。そして手の方を見てください。先ほど言いましたように、エンジェルの足の方に毛が生えてましたね。同じようにこの手もですね、途中から毛が生えているように見えます。そして左は、これ一見女性に見えるかもしれませんけども、ちゃんとついているものがついています。皆さん自身で確認してください。 この人もそうですね。一見女性に見えるかもしれませんけども、優しい顔してますけども、体はごっつい、ごっつい体してますね。そして、やはり男です。この人も、一見女性に見えるかもしれませんね。優しい、綺麗な顔してますけども、やはりついてるものがついています。システィーナ礼拝堂の人物は、ほとんどと言います。全てがと言ってもいいでしょう。男と女が逆転しています。そこに注意してください。 で、もう一、岩屈の聖母の話に戻ります。これがエンジェルですね。この人は男なんですよ。これはまた別のところで証明しましたので、またそちらをご覧になってください。で、これがミケランジョの描いた右が絵ですけども、大変綺麗な優しい顔してますけども、まあ、ちょっと角度が違いますから、比較しにくいところありますけども、この両者は同じ、まあ、人物と見ます。で、この前後に、まあ、右のね、七人の礼拝堂。この人は、あの、あるものが見えませんので、まあ、 男と女とも判別できませんけども、この人も男なんですね。一見ちょっと胸が大きいから女性に見えますが、さらに驚くべきことに背中に注意してください。背中にはレプタリアン独特の、手マスカの特徴である、ヒレが書き込んであります。これも、ま林博士が発見したことです。で、こういう形でヒレが書き込んであります。注意深くご覧ください。ミケランジェラはこういう形で、まあ、この人が男であり、かつレプタリアンであり、そして、 ダヴィンチの書いた岩屈の聖母のこのエンジェルも男であり、レプタリアンであることを、まあ、証明してあげて。そして右の人物はですね、よく見ますと皮膚がぼやーっとしてますね。これはラファエルも同じ手法で書いてますけども、まあ、神がめくれているレプタリアンを表現するときには、皮膚をぼやーっとして表現するわけですね。 注意深くご覧ください。二重になってますね。左下、あの、足のあ、ここですね。二重になっているすなわ。な、え、あ、ー、ち皮膚がめくれる、いわゆるその、いわゆる、まあ、レプタリアンであるということを示したわけです。そして、この腰のライン見てください。これは、あの、絵の柿き村かなというんじゃなくて、きちんとこういうふうに皮膚がですね、二重になっていることを示しているわけです。まあ、こうして、ミケランジェロは、まあ、あの、 いわゆるその岩屈の聖母のエンジェルがですね、男であり、えー、まあ、なんて言いますかあ、レプタリアンであることを示しました。同じようにこれ蛇が書いてあるんですね。この蛇の模様に注意してください。一番下ね、左の下。で、このような形でダヴィンチは、まあ、コブラを描いたわけですから、あの、 右もそのような同じ手法でですね。これあの、ロンドン版で見ますとちゃんとうろこが書いてありますから、また興味のある方は私の別のビデオを見てください。ロンドン版も検証しています。そしてこれがヘビなんですね。なあち、まあ、ダビンチはこういう形で、右のマドンナが、ヘビとダイジャと関係あることを示したわけです。で、このエンジェルに戻っていますが、もう一度確認してくださいね。 まあ今日の2番目のポイントということになりますけども、このエンジェルの、まあ、姿勢ではですね、座ることはできません。皆さんもこの姿勢で座ってみてください。頭が前の伸びすぎてますね。で、エンジェルは自分の左手で支えていることになりますけども、エンジェルの手はですね、えー、ヨハネの背中に軽く触れている程度です。これでは支えきれません。このままではステーンと前の方へつのめってしまいます。 皆さんも自分でこの姿勢を作ってみてください。腰から下はまっすぐ立っているんですよ。そして前かがみになっているんですよ。この姿勢では自分の体を刺されることできません。これは触れ数、軽く触れているだけってことはわかりますね。指が伸びています。なあち、この姿勢では刺さることはできない。すなあち、ダヴィンチはこういう体であったということを間接的に示しているわけです。なあち、ラミアだということですね。ここでも1たす1は2、1の、まあ、絵の手法を使っています。 1足す1は1ですね。受胎告知も1足す1イコールで、マリア、すなわち魔女であることをダヴィンチは示しています。ここでも1足す1は1の絵の手法で書いています。ラミア、もう一度繰り返しますと、子供を食用するあ、まあ、魔女中の魔女ですね。そして妻、つまりリリートのことである。だから足も書いてありましたね。これについて、ラミア、あ ミリリュウさんがですね、大変興味深いことを発見してくださいました。ラミアという文字を並び替えますと、マリア。R と L と発音がやや変わりますけども、まあこれ英語,英語にしたためにこうした違いが出たものと思,思われます。ラミアを並び替えると、マリアになるということですね。なあち、まあラミアイコールマリア。実際にラミア,マリアのヘブライ名はマリアです。になっています。そして、まあイエスの、まあ、 マリアンとなったわけですね。この岩窟の聖母には以上のように大変恐ろしい意味が含まれているということですね。まあ、unusual って冒頭で言いましたけども、ありえない、まあ、なんて言いますか、背景ということになります。そこでもう一つ皆さんに今日は重大なことを話しておきます。岩窟の聖母。岩窟の聖母。これは岩窟に見えますか皆さん。これは岩窟ではありませんよ。これは水の中なんです。 まあ、この、ここの部分をちょっと拡大してみますと、それがわかります。まあ、水の表面の独特の波と言いますかね、泡立ちが見えます。中深くご覧ください。まあ、これは水の表面ですね、べちゃばちゃばちゃっとこう水がですね、さだ波が立っているところを表現してあります。で、中深く、ところどころ水のね、こういうところ薄いところがあって、背景の岩が薄いところありますね、この、えー、 矢矢印の左の矢印ののの左ところに特に特注意してくださいこの部分ですね。このように色温度を書いていますと、この岩がですね、マリアの体がですね、水の中にあることがわかります。私が着色したわけでませんよ。色温度を上げただけですよ。そしてその証拠がもう一つあります。ここを見てください。 ここを見てください。ここを見ますと、これが水の中であることがわかります。水面に浮かぶ、まあ、葉っぱというか花が描かれています。この花には茎がありません。そして根もありません。葉っぱもありません。上に映っている花がですね、水面に映っていることを表現したものです。 ご自身で判断してください。林浦市の思い過ごしたとか、思い違いだとか、ね、そんな風に批判なさる前に、ご自身で判断してください。すなわち、この花はですね、えー、水面に浮かぶ、まあ、花模様であるということですね。映るですね。水面に浮かぶ花模様であるということになります。まあ、それはおまけです。まあ、この絵はですね、 まあ、岩屈じゃなくて、まあ私なら水中の聖母というふうに名を付けます。とてもこの話は恐ろしい話でしたね。と同時に、この絵は大変恐ろしい絵であるということを皆さんに今日は説明しました。最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。bye for n o w h e l l o This is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Here in this video, I would like to talk about fingers of a lady called Madonna, painted by Leonardo. Madonna in the painting Madonna of the Young Winder appeared to have abnormally long fingers when compared with fingers of ours now. Though I know she is different from us Asians, still her fingers looks much longer. As I have pointed out many times in the past, she's not at least a human, and here is another evidence of it. ダヴィンチの描いた糸巻のマドンナです。この絵についてはすでに何度も精査してきました。今日はこのマドンナの指について調べ直してみます。暗い影に隠れ、よく見えませんが、明度を上げてみますと、そこに指が浮かび上がってきます。 長い指ということはこれだけでもわかりますが不自然にもっと言えば異様に長い指であることがわかります人間の指と比較してみますここに紹介する写真はその中でも特に長い指を持っている方のものと思われる指です長いですねあるいは中には人間の指はですね見方によってはこのようにも見えると考える人もいるかもしれません実は私もそう思っていますが その範囲を超えて長く思われます。いかがでしょうかで、なぜダヴィンチはこのような長い指を書いたかですが、他にも同じような指を書いています。岩屈の聖母の中のマリアがそうです。この絵の中では、マリアの右手の人差し指はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。この指も長いです。 つまり、こういう形でダ、ダヴィンチはイエスがレプタリアンであることを示すと同時に、マリアも人間ではないことを示しています。わかりやすく言えば、神々、つまりエイリアンの指は長いということです。いくつかの例を順に挙げて考えてみます。今、皆さんにご覧いただいているのが、糸巻のマドンナですね。まあ、この中で、このマリアの指がですね、まあ、見た感じわかりますが、異様に長いということです。 で、順に検証してみます。で、右下が人間の指です。長い指の型のものを選んでみました。まあ、この写真と比べてみてわかりますように、まあ、微妙なところだといえば微妙なところなんですね。ダヴィンチの描いた、まあ、マドンナがですね、まあ、そうは見えなくもないという感じのギリギリのところだと思います。しかし、まあ、見た感じですね。長いなという印象は拭えません。 で、こうして比較してみますと、ダヴィンチは正確にという言えって言いますかね、写真のように正確に、えー、人間の手を、えー、表現しているのがわかります。そのもんなってますかね、デコボコ感を,を比較してみてください。その上で、まあ、ダヴィンチはあえてこのような長い指を描いたということになります。まあ、これに、まあ、微妙なところですけどもね、まあ、皆さんの手と、まあ、比較してみてください。これがまあ、そのマドンナの 人差し指ということになるのでしょうかそして同じような指をですね、ダヴィンチは眼屈の聖母の中で描いています。それをこれから比較してみますが、えー、左がまあ糸巻の聖母、右が眼屈の聖母ですね。で、ここに、まあまま、マリアのですね、右手が描かれています。まあ、この右手を見ていただきたんですけども、この人差し指も異様に長い。 てますかそういった印象を受けます。で、このマリアの指はですね、イエスの皮膚、神秘の下に潜り込んでいます。まあ、それについては以前も既に精査しましたので、ここでは割愛しますけども、この、ここではですね、マリアの指に注意してください。まあ、つまりですね、こういう形で、 まあ、ダヴィンチはですね、イエスは人間ではなかった。つまり、つまり、まあ、脱皮する人間。すなわち、レプタリアンであることを示しました。そして、同時に、マリアの指がですね、まあ、見た感じ、異様に長いててます。私たちは日常的に持っている、まあ、感覚とは違って、長いという印象を持つほどに長いということですね。 まあいかがでしょうかそれは私だけの印象かもしれませんけども、見た感じ長いなという印象を持ちます。それと同じような方法で、まあ、あの、というか同じ長い指をですね、ダヴィンチは糸巻きの聖母の中で描いているということですね。まあご自身で比較してください。さらに、まあ長い指っていうのがあちこちにあるわけですね。これはあの、イエスの洗礼という絵ですけども、この絵の中に描かれている、まあ、ヨハネの指をちょっと見ていただきたいんですけども、やはり長い 感じがしますね。下の衣とあの、まあ、重なってますから、ちょっと見にくいかもしれませんけども、親指、親指の長さと比して、人差し指がまあ異様に長いと。ということになるわけですね。まあ、アジア人の指の長さとは違うということにはなるんでしょうけども、それにしても長いという印象を持ちます。まあ、このように比較しますと、やはりこう、まあ、ベロッキョとダヴィンチの書いた 絵の中のヨハネもやっぱり指が長いということですね。そして同時にですね、まあ世界のあちこちで、まあ洞窟の、まあ壁画が見つかっています。まあその中でも、まあマルカで見つかっている。まあこれはあの、これはちょっとごめんなさいね。ちょっと場所をこう言います、言えませんけども、えー、っと、いろんなまあこういったそのヘッド、壁画が見つかってるわけですけども、その中でもマルカ島で見つかったこの、 マルカで、ごめんなさい。マルカで見つかったこの指ですね。これはまあ、手形なんですけども、この指を見ていただくとわかりますように、これは明らかに人間ではありませんね。そして、ミケランジョロもですね、同じような指を書いてるんですね。カペラシスティーナの天井画の中に、まああの、神の絵ってことになる、神の手ってことになるんですけども、神ってことなんですね。これカペラシスティーナ、エルシャダイってことになるんですね。まあ、ミケランジョロ風に言えばですね。で、この、 この手の、まあ、傾きもおかしいんですけど、まあ、特にこの人差し指ですね。そう見ていただきたいんですけども、隠し絵という手法で指が異様に長いことを表現しています。まあ、これだけでも長いんですけどね、指の先がさらにずっと長く伸びてるということですね。まあ、こうした形で、あの、まあ、ダヴィンチにしても、ミケランジョルにしても、長い指の、まあ、神。 イコールエイリアンを書き込んでいたということですね。そしてあの、ジョ、あの、ボイド・ブッシュマンという方がですね、エリア51で働いていて、そして、まあ、あの、この方はですね、あの、 ロズウェルで墜落した、ね、エイリアンの回収作業に当たった方なんですけども、この方はです、ね、死の直前にあの暴露証言をしてるんですね。そしてこのビデオが死後に発表されたわけですけども、ボイド・ブッシュマンが示しているこのエイリアンの写真ですね。彼があの持っていた写真を暴露したんですけども、この中に映っているこのエイリアンの指も長いですね。人間の指よりも30%ほど長いというふうに、えー、ボイド・ブッシュマンは 私はそういういにあの説明しておられますということで考えてみますとですね、まあ、結論ということになるんですけども、もう一つその糸巻きの成分を見ていただきたいんですけども、やっぱりどうも普通じゃないんですよね。で、こうしてみますと、このマリアのですね、左手が見えませんけども、ここを明るくしていまして、メ度ドを上げてみますと、まあ、指が浮かび上がってくるというわけです。そしてその指がですね、まあ、見た感じ、皆さんの直感でいかがでしょうか長いなあというふうに 思います、思われませんでしょうか私はそう思いましたけどもね。そして、その長い指がですね、岩窟の聖母とつながり、そして、まあ、ミケランジョロの、まあ、神の手とつながり、そして、というふうにつながっていくわけです。で、まあ、この、これはあの、岩窟の聖母の、あの、イエスの手もそうですけども、写真のように、まあ、忠実に、あの、なんて言いますか、忠実というか、あの、聖地に、まあ、描き込まれているということですね。 そして、こう、比較してみますと、やはり、こう、人間の指よりは長いという感じを私は持ちますが、いかがでしょうか上が、あの、親指ですからね、右上が。そして、下が、人差し指ですからね。指というのはこういうものかなのか、っていうふうに、まあ、迷いますけどもね。で、まあ、ついでに、あの、丸化の部、丸化と丸化形文のですね、あの、壁画の、あ、 ま、いわゆるその手形をちょっと見ていただきますけども、やはりこう人間の指ではないような印象を持つまでに、ほどまでに長い指ということで、ちょっとま、微妙なところですけどもね、にかしてこう人間の指ではないというか、あの、という印象を持ちます。いかがでしょうか。ま、この辺が非常にま、微妙なところですけどもね、ま、あとは皆さん、私は長いというふうに判断しましたが、あの、いかがでしょうか。 これ右は、ね、私の手なんですけども、私はよく指が長いって言われるんですけどもね、アジア人ですから、それでもね、あの白人の指の長さ、手の長さにはかないません。ボイル・ブッシュマンという方がですね、まあ、彼はエリア51で働いていた方だそうですけども、その方がですね、死の直前に、まあ、インタビューに答える形で、 暴露証言をしています。ボイド・ブッシュマン氏はですね、2014年の8月に亡くなられました。まあ、死の直前のインタビューであるというだけにですね、まあ、自分の人生観と照らし合わせてみても、その証言には重い信憑性があると判断しました。まあ、このような、あの、

The この中で紹介されている手をですね、拡大してみました。で、ボイド・ブッシュマン氏はですね、人間の手よりも30%ほど指が長いと言っておられます。確かに長いですね。まあ、あの、あくまでもなんて言いますか、あ手のひらと手のひら ですね。まあ、相対的により長いということでしょうね。これは私の手です。まあ、比較してみても30%という数字には間違いないと思います。 You see the truth out there beyond your common sense. 私たちの常識を超えたその向こうに私たちは真実を見ることができます。広林、ハママシテ j ジャパン。常識とは何なのでしょうか 1500年後のイエスの操り人形であったレオナルドが描いたとされる岩屈の聖母です。この絵の中では、向かって左側がイエス、向かって右側がヨハネということになっています。しかし、実際には右側がイエスです。同じくベロッキオとレオナルドの合作とされるイエスの洗礼の絵です。このイエスの洗礼の中では、 真ん中がイエス、そして向かって右側がヨハネということになっています。がしかし、実際には向かって右側の人物がイエスです。で、さらに、このイエスの正体は何かということです。1500年後のイエスの操り人形であったレオナルドが書いたとされるイエスです。この人物の正体は何か それは古代フィリジアの神サバジウスでした。さらに続きます。ゼウスです。イエスです。そしてフリーメイソンです。とりあえずこの三者で判断してみてください。どれが本物の神なのでしょうか実は 3人とも同じ1人の神、サバジオスでした。ということをこの動画の中で証明します。まず皆さんにサバジオスの手について知っていただきたいと思います。サバジオスのハンドサインです。えー、薬指と小指を曲げ、残り3本を伸ばしています。 これがサバジオスの手です。そしてその手の間には蛇が表現されています。サバジオスの守護神は蛇でした。そして頭にはフリジア帽をかぶっています。サバジオスというのは馬に乗った遊牧の神、つまりフリジアンとトラシアンの父なる空の神を言う。 フィリジアン語のようなインド、ヨーロッパ言語の中では、ゼオスという言葉はデュース、つまりラテン語のデュースイコール神、そしてギリシャのゼフスの語源となった言葉である。で、ギリシャ人たちはフリジアンのサバジオを、サバジオを表すゼフス、あるいは ディオニソスと翻訳した。それはローマ時代にまで続いた。またサバジオはいつも馬にまたがった遊牧の神としてその力を行使するため、馬にまたがっていた。 サバジオです。サバジオはフリジャー帽を被っています。サバジオの絵です。頭に注意してください。サバジオはフリジャー帽を被っています。そして同じ帽子をゾラスター教の教祖のザラス・ストラが被っています。そしてその息子のミトラも被っています。ミトラはミトラ教を起こします。 フリジア帽はゾラスター教、ミトラ教、そして自由のシンボルとなっています。つまりサバジオは同じ系列の神だということになります。フリジアの神ということになります。で、サバジオ・ハンドに話を戻します。サバジオ。 ハンドです。ハンドサインということになります。そのサバジョのハンドサインをもう一度確認してください。少し見にくいですけども、蛇が手にまとわりついています。その同じ手を1500年後のイエスの操り人形であったレオナルドの書いたイエスの手に表現されています。薬指と小指を曲げて 残り三本を伸ばしています。そして、サバジオ、ジオという名前は、後のゼウスの、ギリシャ神話におけるゼウスの語源となりました。その部分をもう一度確認しておいてください。ゼオスというのは、ディオス、ゼウス、そしてディオニソースに つながるというわけですサバジオスゼウスゼウスとなったというわけですローマ時代までそのように翻訳されていたそうですつまりこれら三者は一つの神ということを示すわけですつまりゼウスディオニソスの元はサバジオということになります サバジオの守護神はヘビです。そしてこれらの神々の上に君臨するのがサバジオということになります。サバジオとこれらの神々は有機的につまり密接不可分につながっているということです。繰り返します。サバジオの守護神はヘビです。サバジオのハンドサインにもそれが表現されています。 います岩窟の聖母の話をしておきますサバジオのハンドサインはまさに自らが神であることを示すハンドサインということになりますこの岩窟の聖母の中でそのハンドサインをしているのは向かって右側の子供ということになります私たちがヨハネと 理解しているその子供です。その手に注意してください。そして反対側の子供は、そのヨハネに向かって両手を合わせています。つまり、こちらがイエスということになります。その証拠といいますか、時代は下りますけども、やはり、えー、イエスの操り人形であったブーグローがそれを表現しています。向かって左側のイエスの右手を見てください。サバジオのハンドサインをしています。先ほどお見せしました。 イエスのハンドサインと同じです。つまり、こうしてハンドサインで三者は繋がります。つまり、これらがイエスだということになります。つまり、眼屈の成分の中の向かって右側の子供こそがイエスということになります。左はヨハネ、もしくは餌ということになります。もう一つ、念のために証拠を追加しておきます。 糸巻きの聖母です。この絵の中に表現されているイエスが持っている杖に注意してください。全く同じ杖をサバジオが持っています。杖を比較してみてください。全く同じです。つまりこのような形で1500年後のイエスはここに描かれている子供、つまりイエスはサバジオであることを示しています。 もちろんこんなことを知っているのは人間レオナルドではなくて1500年後のイエスです。イエスがこのような絵を描きました。サバジオとフリーメイソンの関係について説明しておきます。サバジオの杖です。そしてこれが神々の構図です。えつまりイエスイコールサバジオ。サバジオイコールイエスということになります。 ここが重要です。そしてイエスの洗礼の絵をもう一度見てください。向かって右側のイエスです。ヨハネではありません。イエスが持っている杖に注意してください。十字架が表現されています。まだこの時イエスは処刑になっていませんから、十字架と考えるのはおかしいですね。で、この十字架とフリーメイソンの外郭団体であるフラターニタス。 シェイクスピアが創立したと言われているフラターニタスの紋章と比較してください。蛇の絡んだ十字架が表現されています。この十字架とフラターニタスの十字架とイエスが持っている杖の上に表現されている十字架は全く同じです。全く同じです。まだこの時イエスは処刑されていません。そしてそのコンセプトはサバジオが持っている 杖の横に描かれている木,木のコンセプトと一致していきます。木には蛇が絡んでいます。そして、フラターニンタスの十字架には蛇が絡んでいます。蛇が絡んでいます。こうして、三者が有機的に、つまり密接不可分に、ここでもつながっていきます。つまり、向かって右側がサバジオイコールイエス、そして中央に立っているのは カイダマのイエスということになります。ここで林博士イエスカイダマ説の補強証拠が出てきました。最初からもう一話をします。このようにイエスの洗礼の中で表現されている向かって右側が本物のイエスであり中央はカイダマのイエスということになります。 イエスイコールサバジオ、サバジオイコールイエスということになります。そしてその流れは左の方はフリーメイソンへとつながり、右の方はローマンカトリックへとつながっていきます。そのフリーメイソンの外郭団体であるのがフラターニタスです。そして十字架でこうしてつながっていきます。その十字架は同じだということですね。そして蛇も表現されています。 こうして繰り返しになりますけれども神々は密接不可分につながっているということです有機的につながっているということですで結論ということになりますが今日の話は少し複雑でしたからもう一冒頭の部分から早送りで見ていただきますサバジオです 古代フリジアの神でした。そしてこれがサバジオハンドです。こういう形で現在残っています。薬指と小指を曲げて3本指を伸ばしています。そしてその間には蛇が絡んでいます。そしてそのサバジオが後のギリシャ神話のゼフスの語源となりました。そしてそれがローマ時代まで続いていました。 ゼウスイコールデュース、なわちギリシャのゼウスの語源となったというわけです。サバジオス、ゼオス、ゼウスということになります。こうしてサバジオスとゼウスがつながるということですね。そしてサバジオは馬にまたがっていました。後の王たちのレリーフの中には馬にまたがっているのが多いのはそのためです。 サバジオです。この帽子を見てください。フリジア帽です。ゾラスター教の創始者、ザラススタラの帽子も、そしてミトラ教の創始者のミトラの帽子も、フリジア帽です。フリジア帽です。なあち、このサバジオはですね、もともとはフリジアの神であったということになります。そしてこのサバジオの ハンドサインに注意してください。繰り返します。薬指と小指を曲げています。そしてそれは、リオナルドの書いたとされる、このイエスの肖像へと繋がっていきます。全く同じハンドサインをしています。サバジオの手です。サバジオの手です。そして繰り返しになりますけども、ゼウスの語源となったのがサバジオであると。ジオス。 ゼオス、ゼフスとなったというわけです。リオニソスも神の息子という意味だそうです。ともかくもゼウス、ゼウスとこのようにつながっていきます。そしてサバ状の守護神はヘビでした。ですから随所にヘビが表現されています。この木に絡んでいるのもヘビです。そしてサバ状のハンドサインにもそのヘビが表現されています。イエスの洗礼の中にイエスの手にも 蛇が表現されていると思われますけども、あの絵は何度も何度も修復されて、今はそれが消されています。これが岩窟の聖母です。そして向かって右側の子供こそがイエスということになります。ですから左の子供はそのイエスに向かって手を合わせています。常識とは逆です。そして、えー、ブーグローも同じ表現をしています。 繰り返しますが、ブークローも1900年後のイエスの操り人形でした。こういう形で皆が同じようにサバジオのハンドサインを表現しています。つまりこれがイエスだという証拠ということになるわけです。そしてイ巻マキの聖母の中のこの子供もやはり杖を持っています。その杖はサバジオは持っている杖と全く同じです。人間であった、もしですよ。レオナルデには知りよしもない事実だということになります。 つまり、この左の絵も1500年後のイエスによって描かれた絵ということになります。そして、フリーメイソンとの関係ですけども、フラターニタ、すなわち,なわち UI という意味ですけども、その UI 組織は、まあ、フリーメイソンの外郭団体になっていますけども、組織的にはね、まあ、同一団体と見ます。そして、その中に描かれている十字架は、 イエスの洗礼の中に描かれている十字架と一致します。繰り返します。まだこの時、イエスは処刑になっていませんから、これはカトリックが言う十字架ではありません。まあ、ともかくも、このような形で、この三者が密接に結びついていることを示しています。一番左がサバ状の十字架ということになるわけですね。右もサバ状の十字架ということになります。そして中央に描かれているのは、 替え玉のイエスです。この替え玉が処刑されました。で、まとめということになります。もう一度、ここを見てください。左の流れがフリーメイソンへとつながり、右の流れがローマンカトリックへとつながっています。そして、ローマンカトリックが現在使っている十字架、三味一体の十字架などという最も,もらしい名前がついてますけども、もとも,はも,と,も,もとはですね、えー、サバ状の十字架と一致していくわけです。 そして、この両者は同じであるということですね。こうして、世界の神々が一つにまとまりました。で、結論ということになります。どちらがイエスか、もうおわかりですね。左は両手を合わせています。だから、右手の方こそがイエスということになります。サバ状のハンドサインをしています。我こそが神である,とあるぞというハンドサインです。 つまり右がイエスです。同じように、このイエスの洗礼の中の向かって右側がイエスということになります。この向かって右側のまあヨハネと呼ばれている男性の左手の指先に蛇が絡んでいます。古い方の修復前の絵を見ますと、その痕跡が残っています。つまり向かって右側がイエスということになります。繰り返します。中央は貝玉です。そして、これはレオナルトという、まあ かいだって言いますかね。操り人形が書いたとされるイエスですけども、このイエスの手もやはり、えー、サバジオスのハンドサインをしています。つまり、イエスイコールサバジオ、サバジオイコールイエスということをこのような形で示しています。そして、ローマン、ゼ、えー、ウスですね。ゼウス、それからあフリーメイソン、そしてイエスはサバジオの ハンドサインで繋がっているということになります。なーち、その上に君臨するのがサバジオということになります。なーち、これらはみんな一人の神、サバジオということになります。ゼウス、ゼウス、ゼウス、ゼウス,スとなったわけです。以上が結論ということになります。以上です。それでは皆さん、バイ。